ヘルミスイテって年間パスポートを申請する人が450万人ぐらいとかですね、うん、こうやってマーケットをより絞り込んでいく、うん、つまり全体のグロス感としてどの辺のマーケットを取りに行くのみたいな平均1.5回ぐらい行ってるっていう数字から割り戻して1300っ数字出してるんですよ、うんはい、この中の何パーセント取りに行くっパー取れてもいい感じですね、はい、だと思います、はい、デジタル化っていうのは地球のは歩き方をどこまで 考えていていどうしたら買ってもらえるもしくはその人が求めてるのはもう電子書籍を超えたものじゃないかとかでそこをタップするとその場所の情報があ、ね、出てくるとかで,、ね、でもそれってさ Google でよくねじゃあ Google って足りないものは何とか o g l e に多すぎるもの何みたいな引き算の議論にしたいとかで若者の海外離れあれって嘘ですよね嘘ですか 逆説的にさい最後の私の結論としては、うん、でも若者やりたいなって思ってる、はいうん、うん、同じことがやりたかったですよ <laughs> 僭越ながら <laughs> で、えっと、戦略と戦術もちょっと触れましたけれども、うんえっと、もう一つ顧客インサイトの後にやったことがあってですね、うん、4番目にフェルミ推定って聞いたことあります 恥ずかしながらないです。物理学士か何かが提唱した話なんですけど、えっとざっくり言うとざっくり仮説立てようよって話なんですね。うん、で、顧客インサイトってめちゃめちゃこう。ミクロのところに入ってくるじゃないですか？はい、ペルソナ決めて、うん、こんな人だったらどんな風に旅に行くの？みたいな。最初に旅を調べるとき何で調べてるの？うん、とかいつ飛行機買おうとか決めるのとか。うん 顧客イインサトどどんどん,どん掘っていくじゃないですか、うん、でこれすごく今大事だって言われてるんですけれどもミクロに入ってっちゃうのでもう一回でもその人ってさ何人ぐらいいるのそのペルソナの人って、うん、3人とか5人しかいないんだったら掘ったって意味ないじゃん、うん、みたいなビジネスとしてはですねそれが30人いるの300人の3万人いるの,いるの30万人いるの、うん、どこなのよってやらないといけないので大きいところからだいたい推定していくみたいな話でえっ、ー、と例えば。 コロナ前に海外旅行に行った人の数って何人ですか2000万人を超えたとそうですね、はい、日本の人口って何人ですか1億2千万人、ね、そうですね1億2千万、3千万ぐらいですよね、はい、で、日本の人口の何パーセントの人が海外行ってんですか、うんうん、少なくとも行ってない人はお客さんじゃないよねってことになりますよね、うんはい、で、じゃあ2千万人って 延べ数なんですよ。うん、実際の実数何人ってなるじゃないですか。うんはい、実数何人ですか。リピーターがいるからということです、ね。そうです,そうです。三分の二ぐらいになるのかなというイメージがあるんです。三分の二。えっと、実際に、これ、うん、明確な定量的情報、あんまないんですよ。調べても。えっと。 1> 1, 万人ぐらいってて言われてるんですよへ<ー>だから3分の2意外と当たってるかなっていう感じですよね。たたで,ね、はいええ、で延べ2,000万人で平均1.5回ぐらい行ってるっていう数字から割り戻して1300って数字出してるんですよ。はい、であなるほどねそうすると2,000万人って言われてるけども実際のお客さんって1300万人なのかな、はい そうすると1億3,000万人の中の1,300万人なので日本の10人に1人を相手にしている多いか少ないか抜いておいてこのぐらいなんですよね僕らのマーケットっていう取りに行くマーケットですねでもこの仮説数字って1人の人が1.5回行ってるってこれ物理的にありえないじゃないですか1回の人が何人2回の人が何人3回の人が何人って分解されてるわけですよね。 1>, まあ1回の人を x として2回の人を y とすると x+y すは1,300なんだけれども x+2y すは2,000になりますっていう方程式解けばいいわけじゃないですかっていうことになっていくんですよね。こうやって推定していくことなんですよでも3回以上の人4回以上の人いるよねってことになるのでじゃあその人たちを xyz も作んなきゃいけない例えばこうやって推計していくとかえっと他の指標として。 年間パスポートを申請する人が450万人ぐらいとかですね海外ガイドブックを買ってる人たちって600万人とか前後かなみたいなのが業界の数字としてはあってその辺に600万人みたいなのとか入れていってでこうやってマーケットをより絞り込んでいくつまり顧客インサイトミクロから入っていくんではなくて全体のグロス感としてどの辺のマーケットを取りにいくのみたいな話に落とし込んでいくとビジネススケール の仮説が立つじゃないですか、はい、やっぱり1億3,000万人からのブレイクダウンして少なくとも2,000万人よりは下がる、うん、で実際に、ね、は1300万人ぐらいしかいない10人に1人しかいない,い、うん、でも10人に1人の中には年間10回とか20回とか言ってる人がいて、うん、それは令和トラベルさんの顧客対象じゃないよねってなっていくと、うんいはい、その引き算をしていかなきゃいけないんですよね。うん、X の人が1回の人が800で、はい、Y の人が400で,で Z の人が100だ。 これで, 1, ですね。1300になりますよね。<お>で、これかける1じゃないですか。はい、これかける2で、で、ここかける4にすると800、800足す、800足す、400になるので、2000になるじゃないですか。はい、で、そうなってくると、ここあたりかここあたり取りに行くっていう議論になりますよね。はいはい、じゃあ仮に800万人が最大値で、 この中の何パーセント取りに行くっていう議論に落とし込んでいく必要があって、うん、どのくらい取りましょうかいやこれでもこの中で5%パー取れても結構ないい感じですね、はい、だと思います、はい、5%パー取りたいす、ね、ですよね、はい、5%パー取ったらこのブルーオーシャンのこの辺の5%パー取れるかなみたいな話ですよね、はいうん、そうするとこれ5%パーって40万人ですか、はい、いい感じですね、うん、でこれ40万人取りたいんだけど 全部これマネタイズ多分できない多分これってアプリに登録してくれた人の規模感だったりしませんなるほどはいそう40万人の ID 登録目指そうよ、んうん、40万人の ID 登録に対して何パーセント有料転換させる、うん、でてだいたい 無料登録から有料登録に行くのって5%とかなんですよね、うん、多くの業界は、うん、だから仮にここの5%の人がお金を払ってくれるとしたら、うん、これの5%って2万ですか、うん、2>, ?2 万人の人は有料顧客で,、うん、で1人単価はいくらでですかね20万円そう,ですねそうするとグロスの売り上げって40億ですか、うんうん、みたいな仮説はい とりあえず40億稼ぎに行こうよみたいなターゲットが見えるじゃないですか、うんうん、で40億の売り上げに対して原価ってどのくらいかかりますかねっていう話ですよね、はいうん、利益のことを考えなきゃいけなくて業界は88%とかなんか数字が出てくるんですよね、はい、じゃあ粗利としてはあらりとしては12%しか取れないから、うん、これの12%っていくらですかね あ4あ四億ちょっとですよね、うん、5億円ぐらいですか5億円ぐらいじゃあ5億円取れこれあらりとして取れましたと、うん、1>, 1年間のランニングコストいくらですかね結構かなるよね、はい、なるわけですよね50人の会社で1人当たりの1,000万円の人件費かかってるとしたら、うん、これだけでも5億ですよね、うん、そうすると人件費払ってツーペイですよね、うん じゃあどこどこを上げるのみたいな。うん、例えばこの5%じゃなくて8%目指そうよとか。うん いいやいや全体800万人のうちの5%じゃなくて7目指そうよか確かに今もうこの40万人は行くと確定している方なのでもっともっとここのパーセンテージは上げていきたいですよここ、ね、でもすでに行くわけですからじゃ他社を使っていただくというはなんでなんでーセ95%が離脱したのかってことですよねうん、うん、行こうかなと思って ID まで見て商品も見てくれたのにうん、うん、なんで5%しか転換しないんだろうってうん、うん、そこすごくいい視点だと思いますねじゃあ この辺の仮説はいじらずにこれをじゃあ有料転換率10%にする、うん、世の中で有料転換率10%にできているサイトってすごいんだと思うんですよ無料から、うん、だからじゃあそこには何かノウハウあるのかねみたいなこととかやっていくとここのベースアップが起きるのでもしかしたらその損益分岐のところを超えてくるみたいなお話かなみたいなだからこれ顧客にサイトと全く関係ないわけですけれども、はい、でも最後ここを ここをいいじりたい時に顧客イインサイトが出ますよねなんで40万人も ID 登録してくれたのに5%しかお金払ってくれないの。何、うんうん、か,かそこにフックかなきゃいけない商品力なのかな、うん、お値段なのかなっていう分析が始まってくるので、うん、もう一回この顧客インサイトに戻ってくる必要があって、うん、このミクロとマクロをこう常に横刊する思考実験みたいなのを日常的にやっていくっていうことが必要なのと事業計画に関しても、うん。 ありたい姿を描くときに、うん、ありたい姿の中の俺た,ち俺たちの能力からしてどのくらいのスケールのビジネスをやっていけばいいのか、うん、実際そこで稼働している人たちの絶対的なコストってあるけどもさそれで営業利益率何残したいよねっていう事業計画の蓋然性も含めて根拠の一つにはなってくるわけですよね、うんうん、だからフェルミ推定ってすごくざっくりしてる作業なんですけれども、うん、自分たちがやらなきゃいけないお客さんのターゲットとスケール に対すするる共通項が出てくるわけですよ、うん、JTB さんの領域も侵さずどこを取りに行くの、うん、って言うと、もやっぱりまたインサイトに入っていって、うん、で8%に上げるには10%に上げるには何が足りないんだろうっていうふうにやっていくと商品のブラッシュアップまで行ってくるので、うん、みたいなことをまあやり続けるというか、うん、それを僕らはあの苦行と呼んでたんですけど。<laughs> また今日も苦行ですかみたいなね。ああ、そうですか、うん。でもポジティブに、はい、もう今日も、今日二時間苦行やろうよみたいな。で、そうすると、マーケティックリテラシーがね、上がっていくみたいな。なんかそういう感じでやってきました。うんうん、マーケットリテラシー、いい言葉ですね。これ、まさにこのフェルミ推定なんですけれども。こう、新井さんご自身、あ、これが、じゃ、地球の歩き方に。 必要だなやろうとその苦行を、はい、やろうと思ったこうきっかけというかこれは明確で観光の世界が分からなかったからど,どっから理解しようと思って、うん、<ー>さっきの4.4兆円みたいな話もね知らなかったわけですよ全く。でもやっぱり逆に言うとそういう外側大きなところから理解するっていうのが。 最短距離になるなっていう感覚もあって、うん、その業界どっぷりいると、うん、出版界の現状とかよりも自分たちの今日の本がどのくらい売れてるか？みたいな方に行っちゃっていて、はい、長期長期にこう右肩下がりになってるところって、なんか見ないふりするみたいなのがあるんですよね。だから、あの門外観であったことが、うん、むしろ、自分の中でどこのマーケットどう？取りに行けばいいのか？うん、お客さん誰なんだろうか？うん 地球の在り方のお客さんって自分がお客さんだったったていいう確信以外にないわけですよ <laughs> <に>自分がバックパッカーだったしこれずっと買ってたっていう以外にないんで <laughs>、うん、だから最初は私ペルソラにして議論したんですよ。僕はもう学生の時からバックパッカーでこれ使って旅したのがきっかけでしたし、うん、あの仕事でも買ってましたし、うん、ただここ,ここ10年ぐらいは電子しか買ってないんですよ。 はい、全部 iPad に入れて持ってっちゃうんで、うんうん、だから本を買わなくなったヘビーユーザーっていうのはどういうマインドなのっていう顧客インサイトの。うん ペルソナ代表にななっってみんんでで苦行をやたたりもしたんですよね。うん、50いくつを超えて旅慣れてるし、はい、ビジネスでも行くですし、うん、プライベートでも行く、うん、所得水準はこんなもんだけれども、うん、その人は何で地球の歩き方を買わなくなってしまったんでしょう、うん、みたいなお題にしてね、うんうん、どうしたら買ってもらえるもしくはその人が求めてるのはもう電子書籍を超えたものじゃないかとかっていうことでじゃあ違う価値提供の商品開発しなきゃいけないよね、うん、みたいな議論 いやまさにきっとこう地球の歩き方でも幾度となく議論されてると思うんですけれどもうちはパススポートととマホだけけでで行行る海外旅行っていうところをを目指して授業を展開してて業展開ますそれっていう時に電子化デジタル化っていうのは地球の歩き方をどこまで考えていてどうやって行こうと思われてるのかっていうのはすごい気になるところではあるんですが。 マストだよねっっていいううう前提には立っちゃうじゃじないですかもうこの時代、はい、本はなくなっちゃうし、はい、紙持ってかないしとか私自身も紙持ってかないですよね20それで済んじゃう、うん、だからインターフェースもっとよくした方がいいんじゃないのぐらいの議論はあるにしても、うん、やっぱりモバイルセントリックっつったらいいんですかね、うん、モバイル中心に地球の歩き方を展開したらどうなるのっていうふうに考えなきゃいけないし、うんうん、多分その中心にあるのは地図だろうねみたいな。 議論とかですね。はい、行った先で一番必要なって地図ですよね、うんはい。で、そこをタップすると、その場所の情報がある。ような出てくるとかっていうことになりますよ、ね。はい、だから、そういうのが地球のなり方の進化系じゃないのっていう議論がありつつ。はい、でも、それってさあ、グーグルでよくねってなるわけなんですよ、うん。でも、あれさん、それデジタル化本気でやろうと思った時の投資判断って結構あるんじゃないかなと思うんですよね。あの、テクニカルにはできるんですよ。はい、で、コストも読めるんですけど。はい 大事なのはデジタル化した時にマネタイズできるのかっていうことが大事で、はいうん、本はお値段ついてるので、うん、購買っていいいうその身にについた行動様式にはまるじゃないですか、うん、デジタルになった瞬間世の中にタダで出回ってるんですよ、うん、情報って。うん、そこからマネタイズするのってやっぱり至難の技でで,、ね、でもできているところもいくつかあって、うん、例えば日経新聞さんとかって、はい、見事に、ねうん、そこに変わってきましたよね。だから コンテンツメーカーがやるべきところっていうのはコンテンツそのものをデジタルにしても課金できる体制って何だろうっていうふうには今のところ考えてるんですけどね、うんえー、そうじゃないと広告依存型のこれもオールドタイプの<ー>、うん、コンテンツただだけど広告入ってますみたいなことになりますしますそれでいいのかなみたいなのは思ってたりはしますけど。 開発コストかかりますよねでもイメージはもうありますよね使いやすいもののイメージ、うん、ただ<と>結局出来上がってみたら、うん、え Google でいいんじゃないこれだったらってなりそうな気もして、はい、ただ常に Google でよくないですかっていうカウンターパンチを受けながら苦行をやり続けている感じですよね、はい、今もまさに動いていらっしゃるところですかあの Google も進化してますからつ、うん、ライバルというよりは本当に 社会資本として存在しているようなものですから皆さんがあれでいいわけですよでもいわゆるあの弱者の戦略を取らなきゃいけないですね Google に勝とうとか要する成り立たないじゃないですかだからじゃあ Google で足りないもの何とか Google に多すぎるもの何みたいな議論引き算の議論したりとかですね Google なでもできるけれどもピンポイントで欲しいものが出てこないとリテラシーが低かったら使いこなせないよねとか だから、削ぎ落としの議論っていうのは、弱者の戦略に必要ですよね。うん、地球の歩き方の魅力って、この天んこ盛り感。だったりもするのかなと思っていて。はい,は,いはい、はい、はい。その辺の、こう、難しさが、すごく、こう。あるのかなっていうふうにも感じたんですが。がどういうふうに感じ、え考えてらっしゃる?。えっと、うん、地球の歩き方に。日本とか、この東京特かの成功っていうのは。新しくお客さんを作ることじゃなかったんですよね。うんうん、つまり、地球の歩き方。 だという海外ガイドブックを買ってるお客さんを日本というエリアに振り向かせるっていうことなのってそこのフォーマットそのものに関してはむしろ変えない引き算しちゃいけないっていうことで達しちゃったわけですよね。でただこんなもんが売れるかどうかって分からなくてこれもマーケティング的な厳密性はほぼほぼないんです実は。こんんななもの暴露すすると申し訳ないんですけど じゃなんかイギリスとかフランスとかドイツとかってあるんだから、うん、日本ってやったらどうなの？面白いじゃん書田に刺さってたらって言ったら、うんうん、あのまだあの会社が始まったドサクサの時だったので、どうも社長がそういう本作れって言ってるらしいよってなっちゃって、<ー>現場が作り始めちゃったんですね。え,ー、えって。ほ、え、ら、ー、じゃそこはこういろいろ掘り下げてこういったことをやる前だったわけです。マーケティングしてないじゃんっていうのはあったんですけど。<laughs> いやここで止めたってしょうがないしさ言った責任もあるしねみたいなのでもうおっかなびっくり出したところはあるから。えー、けど逆に言うとそういうのを軍事で言うと威力偵察って言うんですけどね偵察するときに敵の最前線があってでこう石膏が行ってこっから敵がどこにいますみたいなのを、はい、双眼鏡で眺めて、うん、なんか二次の方角に100人。 兵隊がいます。するとこっちから逮捕うつみたいなの、はい、あるじゃないですか。でここで眺めてもみんな隠れてるからわかんないんですよあ<ー>。どうするかっていう威力偵察ってここにいそうなんだよな。つってパパパンって撃っちゃう。ああ撃ち返してくるかもしれない。そうなんです。<laughs> あいた。これ威力偵察って言うんですよね。うん、だから出してみるしかねえかっていうのも僕の判断の中にはあって。うんうん、だから。 紛れにっていうよりはそれも出すぞって決めた時に「ああ威力偵察の一冊かな」ってこうパパパンって打ったら打ち返されてこの人やられちゃうかもしれないじゃないですかだからなんて言うんですかね一冊は死ぬ覚悟リスクを伴うからこの本が赤字出しちゃっても「客がいたいない」が分かるっていうことの価値だけはあるよねっていうふうにものディシジョンしちゃったっていうところはあるので軍事セオリーってなんか。 そういうい損して得取るみたいなところもあってなんかそこをいやいやなちゃんとマーケティングしてないのにさなんで出すんだよとかちょっと止めてとかってやってると多分この時代ダメなんだなって思うのであの結果論ですよ結果論ですけどまあいいや一冊出してみっかみたいなただ玉摩地区に関してはフェルミス定みたいなのをしてて「東京」っていうのを出して10万ぶれましたじゃあそれを何パーセント回収できるのみたいな。 東京都には1400万人いるじゃないですか多摩地区って400万人ぐらいいるんですよおお、結構いるんですそうなんです400万人いるんだったらいいんじゃない、うん、みたいな、うん、半分ぐらいいくみたいなじゃあ10万部実績の5万部ぐらいがマックスでいい,、うん、い,いよねとじゃあ所摺り何万部にする、うん、みたいなそういうことはやったので、うん、無の時も結局私が無編集部だった時に月間で20万部は吸ってたんですね、うん、そうするとその人たちが潜在的な顧客にいるとしたら そのの何パーセントいてっってうさっきの話ですよね、うんうん、だから5万部とか6万部いくんじゃないの、うん、って言ったら想定外なんですけど、うん、マックス20万部から逆算してるって部分はあるんですよね。うん、で出してみないと分かんないっていうのもあるんですけれども、うん、逆に出したことによってあのファクトができるので、うん、ファクトからもう一回こういう推計のリアリティを高めていくこともできるっていう。 出出版物は楽でですすすよよねち、うん、ちょこちょここせるのって威力偵察がしやいんただ旅行商品もそうかもしれないですよねうん、うん、こんな商品売れるのとか言って会議室で潰しちゃうんじゃなくて, <laughs> して,てしやらせてくださいよってディシジョンのスピードを上げると思うんですよ、うん、躊躇しないでできるっていうところがあるので小さな会社のいいところってディシジョンスピードが速いところじゃないですかその機動力を生かしていくっていうのも多分弱者の戦略としてはあるような気がしますよね。 あの伺いたいのが旅の未来そういったデジタル化とかも含めてっていうのはどういうふうに捉えてらっしゃるのかな、はい、私たちはあの先ほど申し上げたようにやっぱりパスポートともうスマホだけで行かれるっていうところを理想の形に掲げていて、はいはい、その中で地球の歩き方は例えば旅前でもうお家に置いていくものなのかそれはどう考えてらっしゃるんですか今の質問ににピンンポイントにお答えすると、うん 日本がもう持ってかないガイドブックになったっていうことは、はいうん、100%旅前こそ紙は生き残るような気もしていて<ー>で旅先はやっぱりモバイルになるだろうなと思うし、うん、僕,僕自身がユーザーだったらそっちの方が楽だし、うん、ただ紙を持ってきたいよねっていう感覚が残ってることも分かるので、うんうん、じゃあそれに対してモバイル完結するときに何をどう入れたらいいのか。うん 例えば電源が落ちても見れるようにできないのかとかいうふうに考えていくっていうことだと思うのとですね冒頭に出した10年先の社会状況を見ながらバックキャストするみたいなものも旅の未来には必要でえとまず段階の世代っていう日本で一番ボリュームのあった層が75歳を超えてくるじゃないですか。そそこは行ききたたくててももけけなない世世世代代代にににっまますよねののの人たちがが抜けるでも次次さに我々とかが次の世代に そこのアクティブシニアに入っていかなきゃいけないんですけれども。六十五歳定年とか、七十歳定年になってくるじゃないですか。はい。そうすると、平日にひょこひょこ食べに行くっていう、うん。ジェネレーションがそこを抜けちゃうんですよ。はい、少なくなっちゃいます、ね。そうなんです。はい、だから、そこでもビジネスモデル変わってくるよねっていうのがあったりとか、少子化で。うん、まあ、ね、去年七十七万人しか生まれなかったみたいなの、がずっと続いていくとなると。若者フォーカスしても、うんうん、マクロで見たときには。うん 若者なんかやってていいのってな、りますよね。うんうん、みたいなことを見ていかなきゃいけなくて。うん、そうすると、じゃあ隙間狙うんだったら。えっと、ちっちゃなお子さんがいるお母さんでも行ける旅とかっていう話になっていくんだけども。うん、あんまりスケールしないよねとかって、こう、な、うん、なるわけですよね。だから、あまり。あの、幸せな予測が生まれないなと思っているんですけども。どの産業でも、あまり明るい未来はない感じがしてるっていうところまで、こう。 視座を上げていくと別に我々くよくよする話じゃないよねってなるじゃないですかでそこで一旦落ち着かせながら逆説的にさい最後の私の結論としてはでも若者やりたいなって思ってるんですよで若者の海外離れってあるじゃないですかあれって嘘ですよね嘘ですか嘘です嘘です嘘であってほしいと私も思ってますが僕もね業界知らなかったのでそこどうしようって社会課題だねって思ってたんですけど 比較してるのか団塊ジュニアの人たちがこのぐらいいってましたと、はい、でそっから20歳下の人たちがこのぐらいしかいってませんみたいな比較をしてるんですよねでも人口がこうなんですすよよ分,、ねはい、分母が違くて率でででやったら変わんないん2019年度の20代の渡航って20代前半女子100万人行ってて海外に。うん だから暗金誕かもしれないけれども、うん、全然行く気満々なわけですよね。うんうん、ということは分母下がってるんだったらこれ上げるべって話ですよね。に、はいね、にしようよ60にしようよ、よよううってなるわけですよ。はいはい、えそんなことできるのって話なんですけど、うん、そこで止まっちゃうと僕ら仕事やってても楽しくならないので、うん、僕はやっぱり若者はスイッチ入れれば上がるんじゃないかっていうエビデンスもあるわけだから。はいはい ここもう一回やろうよ、うん、で、て時間がり方は、はい、若者がバックパック背負って、うん、お前ら思い切って行ってこいよと、はいうん、絶対この本あれば、うん、なんとか無事帰ってくるからっていうことをやり続けてお世話になりましたっていう媒体になったわけですよね、はいはい、だからえっとこれ会社の相違でもなんでもないです、はい、でも僕はここもう一回やりたい、はい、やりたいんですよで、旅の最終的なアウトプットの価値って行動変容だと思うので行、はい、く前といっ 行った先でなんか人生観変わったとか言うじゃないですかあれ意外と嘘じゃないんですよねみんな実感しますよねだからその体験を若者に与えてない我々業界はダメじゃんって思わなきゃ本当におっしゃる通りですよねそれは多分令和トラベルさんがねその新しい旅をデザインするって言ってるじゃないですかだから新しい旅がこれを実現するんですよっていうところにフォーカスしてじゃ具体的に どうやったらこれが上がるのか、うん、私たちがこうしてあげますっていうメッセージ性がある具体的商材って何っていうものを作っていかなきゃいけないんだろうなと思いますよねじゃあそれが安い早いみたいなのでいいのかみたいな議論も僕はもう1回やってもいいんじゃないのかなっていう旅前って3ヶ月ぐらいかけるんですよね大体年に1回しか行かないわけじゃないですか、はい、だからフラッシュ商品みたいな必要は僕はないと思っていて、うんうん 三ヶ月間楽しめるんですよたかが三日四日しか行かないのにその三ヶ月間を楽しむのも含めて旅であるとしたらここの充実度を作ってあげる方がそこじゃないのかなみたいなことを考えてようやく危険な生方若者にもう一回フォーカスするからさ議論始めようよっていうで今ありますね世界最高のパスポートじゃないですかそうなんですこの前ねシンガポールに負けたって書ってありましたけど そんな世界的価値のあるものを<え>持ってるのに本当に何か私も今あのコンテンツやっていて TikTok、はい、今縦のショート動画の全盛期で本当にもう世界中どこだって一番美しい瞬間をきれいに切り取れる、はいはい、だから言ってしまうと言った気になれるような15秒で何かこうここにも一つ要因があるのじゃないかなというふうに 感じるただちょっとう,うんスタンプラリー的にもう行ったような気になっちゃってるんじゃないかな<ー>でもじゃあ実際に自分がその場に立った時って全く違う感覚を受けるなっていうのがすごく大切、はい、旅の魅力だと思ってて、はいはい、例えばニューヨークのタイムズスケアってものすごい綺麗な映像いくらでも流れてくるんです。はいはい、でも、はい、私が去年の夏あそこにに実際に立った時ったて、はい あんな美しい映像で語れないような人のムンムンとした熱気とかあと本当に好ましくない香りとあとやっぱりこうちょっと犯罪が怖いから私は自分は子供を連れていたからこの子供を守らなきゃっていう緊張感,緊張感やっぱりここの15秒で感じるものとあの場に立った私が感じたものって だからこれがもうあこれが旅の価値だってものすごく感じたんです,そ,です、ね、それをあの15秒の美しい動画をこう流し見している若者たちに体験は絶対してほしいだからもう本当にこにまさに新井さんがおっしゃる通り、うん、このパーセンテージを上げるっていうのが私たちニュートの役割だなっていうのは強く感じていて。例えばじゃあ 世界最高の人口になった、うん、そのグローバルサウスのインド、うんうん、今やバラなしに行くとか、はい、なんかヨガ体験じゃないんですよ。うんうん、インドの最先端の IT 企業とか訪問するとか、うん、でも訪問する途中に牛がちゃんと道路にいたりする、うん、それってじゃ切れないでそれがね45度の気温の中でっていう。うん 全部だから、うん、もうあり手に言うと五感なんですけどね五感、はい、を3泊4日でも5泊6日でも、うん、かける24時間全部浴びるわけじゃないですか、はい、旅はだからインフォメーションの総量がすごいでかいんですようん、うん、たかが3日でしょうじゃないんですよね,、はい、すね24時間かける3日間っていう情報洪水の中に浴びるから持ち帰るものが溢れれ出るばかりにあるだからバーチャルは僕はないと思ってるんですよ。 おっしゃる通りですだからああバーチャルがあるとしてもじゃあバーチャルの先にあるリアルに手を伸ばしたくなるうようなきっかででしかないですガイドブックレベルのものとすれば、うんうん、行く前に映像を見るっていうのは。うん あるとは思うんですけれども、そこで完結、それは旅じゃないですし、で我々メディアなので、もう皆さんと全方位外交できるんですよ。そうですね。なんか一緒に盛り上げていけるような。だから僕らはそこの出番を惜しまないし、だからコンビニも、そうこれもそこでの接点作ろうっていうメディアの仕事だと思ってますし、あの今度ですね、これ宣伝ポイントですけど。はい。 8月に <laughs> 8月にこういうのが出るんですよいいですねカレーこれね本格カレーなんですよへ<ー>チキンティッカマサラってなんか覚えられないですよねだからその旅前の3ヶ月とかってさっき申し上げましたけど、うんはい、常に旅に行きたいっていう感覚を年に1回しか行かないのに、うん、どこでちゃんと維持継続してもらったりとか、うん、気持ちを跳ねてもらうかっていうこともすごく大事ですよねでも食品で儲けようと思ってるわけじゃなくて、うん やっぱりそれで旅っていうのに行きたいっていう人たちをどんだけ増やせるかっていうことが僕らの業界の使命かなと思いますしそこを掘ってく仕事の使命感とかワクワクするじゃないですかそこをやりたいんですよ。 同じことがやりたかったですを僭越ながらできるじゃないですかこれからそうなんですとにかくどんどん若い人にとにかく一回一回行ってみてっていう気持ちです観光業とか旅行業とかかか言わななないいいい方がもしれですねんそうなんか特にその例えばじゃあパッケージツアーとかっていうのが本来的にはすごく楽だししかも価格も 別々取るの安かったりとかしていいことしかないのに何か染みついてるイメージがありますよねちょっとダサいとかちょっと気持ちがなえるみたいな部分またそこも変えていかないと。ともう少し広いんですよね僕らが波及するんていうんですかね社会に還元すべきものっていうのは。いうのは皆さん民間会社なので最終的には損益とかですね必要ですけれどもやっぱりアウトプット は地球の歩き方は何を社会に提供しているんですか営業利益うんまいですっていう話じゃなくて、うんうん、地球の歩き方は旅心を喚起するっていうことでは、うん、もうどの媒体よりも命がけでやってますみたいなのが、はい、多分我々が存在している意味だと思うので、うんうん、そういう共感みたいなものを業界の中 でこうきちんとあの手をつないでやっていけるといいなとは思いますよね。ちょっとなんか未来が見えるワクワクした話になってしましたか。はい。そうですね。ワクワクし、ワクワクできる業界だから面白いじゃないですか。これ。楽しいです。私は。あのあ観光業界って絶対楽しいし、楽しい。あのやりがいがあるし、はい。ただ事業構造的には非常に複雑な結節があって完成されちゃってるビジネスなので。 いろんなボトルネックもあるなってようやく分かってきたので、うんうん、なんかそれを突破していくっていうことは。常に業界人として考えなきゃいけないっていうふうに思いますよね。うん、本当に今日は貴重なお時間。あ、いえいえ。どうもありがとうございました。用が足りましたでしょうか。<laughs> い,やい,やいやいやいや、もう。<laughs> ういやいや、もう。楽しかったです。ね、はい。はい、すまいろいろとこう、まあ、自分に置き換えたりとか、意外と。あの、全く、まあ、ガイドブックの世界と旅行代理店の世界って全く違うのかなとかって思ってたんですけど、かなり。 まあ今日のののお話中かかららうちに当ててはめて考えられる部分が大きかったので,かったので結局あれですよねお客様中心主義であることは変わらないわけですし、うんですね、インサイトを掘ることもそうですし、うん、でもビジネスだからスケールしなきゃいけないしっていう,うで,、ね、でもこれきちんとやれるプロとしてやれるかどうかっていうのはまた別次元なので、うん、ちゃんとやれる会社になりたいなと僕は思ってます、うん、なんか話止まらなかったです最後。人人に1人しか言ってないんだよ というところにに対する通りにも似た熱意新井さんご自身も旅行愛はなかなか強い方だなっていうのが私は結構こうエモーショナルに物事を考えてしまうんですけれどもものすごく新井さんはそこに至るまでのプロセスみたいなものをしっかりと言語化されて体系化されて考えてらっしゃるのが一番学びになったところかなと思います。 楽しかったやっぱり旅行の話は私好きなんだなって改めて思いました毎度ご覧いただきまして本当にありがとうございますやっぱり一人でも多くの方に見ていただけているのが励みになりますもしよろしかったらコメントなども頂戴できると嬉しいですそしてごめんなさいお願いばっかりでチャンネル登録もお願いします